はい、どうもシアンです。次は誰シェイのカウントダウン続きからやっていきます。みんなヨヨリマの間違えたよ、ちょっと待って。みんなヨヨリマのさ、あれは分かった？解き方は俺全然分からない。なんかコメント見てて、位置を変えるみたいなこと言ってた子もいたんだけど、全然分からなかった、申し訳ない。はい。で、なんかエンディング変わったのかな、またやった、エンディング変わったのかなと思って見たらちょっと変わってたんだよね。まあそのもうヒントを解いてないという時点でちょっと悪いことなんだけども、こう選択肢が来るので、待ってね、ここで選択肢がそろそろ来るんだけども来ないね、なかなか来ないね。ちょっと待って、あ、来た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 。で、ここら辺からほらほらほら、右上に正解の選択肢を表示ってのがあんの。で、初菜のダイイングメッセージが指すものは年齢らしいの。よよりま年齢解けた人すごいと思う。で、大沢はなぜ生きているかで、これ正解の選択肢を表示で、自分の死体を作った。だからサリナが多分自分の死体を作ったんじゃないのかなって感じ。全然解けてないよ俺。カウントゼロで、多分視点が進むんかな。木の裏に隠れ耳を傾ける。俺が大沢だったんだ、はははは。狙い通りの展開に笑いをこらえる。あ、これサリナ目線かな。いいぞ、そう思わせることこそこのミステリーの本質。言うならこれは賭けの終焉。大沢として書いたミステリーが完璧ならば、シンジはそう推理してみんなの後を追うはずなのだから。やがてザク、あ、肉の切れる音とともに人の倒れる音がした。よし、木から顔を出し視線を送る。シンジがハズナの隣に倒れていた。シンジはピクリとも動かない。静かに歩み寄る。首を右手で押さえるシンジ。首付近の地面が新たに赤く染まり始める。勝った、最後の一人のシンジが死んでてくれた。ちょっと今噛んだよ。不満足感に口角がつり上がる。例えるならコレクターがシリーズをコンプリートした瞬間の感覚に近いだろう。ハズナから送られた腕時計を覗く。針3本が盤の頂上で重なったタイミングを待ちつぶやく。ハッピーバースデー。届くか定かではない言葉は自分の満足感に加えるために歌いかけた。シンジは本当に自殺したの？どうなんだこれ、死んだふりじゃないのかな。自分の乾いた歌声が夜風のように響いている。ハッピーバースデーディアシンジ。これで、あとは、しゃがみ込みシンジの左手首を握る。ん？あ、やっぱり死んだふりしてる。まだ脈がある。おう、サンキューな。はっと気づくが遅かった。シンジの左手が自分の右手を強く掴み上げる。く、動くな。シンジのもう片方の手にはナイフがあり、こちらに向けられる。ナイフを握る彼の右手からは血が垂れていた。なぜ、首から血が出てたはず。なのに。あ、そうか、クソ。おう、気づいたようだな。なんだ、切ったのは手のひらだ。これで首を押さえることで首を切ったように見せかけたんだが、うまく引っかかってくれたようだな。バカだ。油断した。最後に。こんな子供騙しなトリックに。悔しそうだな。死んだふりして奇襲なんて卑怯だとは言わせないぞ。お前だってやったことなんだからな。掴まれる右手に力が込められる。どうなの？やっぱサリナなの？どうなん？シンジの怒りが伝わってきた。目線を左下に下げる。やっぱりお前だったのか。半信半疑だったが本当に信じられねえよ。気づかれていたのか？いつから？驚き目線を戻してしまう。不思議そうだな。ハツナが教えてくれたんだよ。お前が大沢だってことをな。シンジが指す先を見る。なぜ？あれは確かに消したのに。はっ！ハツナの右手首から肘の裏にかけた血文字が見えた。しまった、そういうことだったのか。ハツナ、やっぱりこいつは侮ってはいけなかった。何なの？何だったの？教えてください。あれで確信に変わったよ。お前が大沢だとな。確信？ああ、俺はさっきあるものを見て、もしかしてお前が大沢じゃないのかという思考が生まれたんだ。あるもの？ハツナとケータの死体さ。あの二人の死体で、なぜ？二人をどうやって殺した？何か関係あるのだろう。答えるしかないか。刺殺と撲殺。自白に近いが、シンジの推理が知りたい気持ちが勝る。そうさ、カウントダウンも終盤、最初の被害者サリナと違い、あの二人は簡単に殺されてくれなかっただろう。なのにお前はわざわざ至近距離で二人を殺した。大沢には強力な武器が残ってるはずなのに。強力な武器？そうか、そこから。そう、司を殺したボーガンさ。お前、司の死体から矢を抜いただろう。
つまり矢と本体はまだお前が持っている。あんなものが大沢側に残ってるなんて恐怖しか覚えなかったよ。なのにボウガンを使わずにわざわざ二人に接近してナイフと鈍器で殺している。はいはいはい。奥歯を噛みしめる。ハツナだけじゃなかった。なぜボウガンを使わなかったのか。様々な凶器を持ち込んだ中でもあれは大型で飛距離重視の切り札だったんだろう。シンジも侮ってはいけなかった。言いたくないなら言ってやるよ。お前は使わなかったんじゃない、力がないから使えなかったってこと？なんか弓を引くのもボウガンの弓を引くのも結構力がいるとかって聞いたことある気もするけど、使えなかったんだ。あ、ボウガンはすでにセットしてあったから撃てただけであって、またセットすることは自分じゃできなかったってことか。え、使えなかったんだ。いざという時はやる人だと知っていたはずなのに。司を殺した時と状況は変わり、2キロ以上の重量物で狙いを定めることも、もし外した時に矢を装填し直す作業も片手ではできないと判断した。片手では違うか、大沢。いや、そういうところに私は惹かれたはずなのに。あ、のぞみ？え、嘘、俺サリナだと思ってた。あ、そうか、手がないから矢引けないもんな。マジか。あ、でもそうか、サリナの死の偽装はできないもんな。うん、マジか。最初のサリナめちゃくちゃ疑ってたんだけど、超恥ずかしい。でも確かにのぞみの死体なら全然自分で演技もできるし。あーなるほど、そういうことか。そうだよな、怪しいよな。思うと爆弾の設置だって自分でやればいいだけの話だし。うわ、まんまと踊らされた。もうずっとサリナだと思ってた。なくした左手と掴まれた右手、私は敗北を受け入れることにした。見事にやられた。うわ、恥ずかしい。もうほんと推理弱いな。マジか。ねえ、腕を掴まれたままののぞみが口を開いてくる。なんだ、私のコテージが燃えた時、あの時は死んだと思ってくれた？ああ、あの時はな、まんまとやられたよ。そう、お前が死んだ時の俺の涙に嘘はない。コテージの中から声がしてたし、焼け跡から左手のない死体が見つかればお前は死んだと思うよ。でも火がついたコテージの中でお前の姿を確認したわけじゃないと思い出した。窓から火が吹き出してドアを曲がっては開かない。いや、あれもよく考えたら都合が良すぎる。窓はともかくドアには鍵をかけたんだろう。誰も入ってこれないように。中から聞こえたお前の声も俺の投げかけた言葉に応じた内容はなかった。ああ、ずっと悲鳴だけ上げてた。つまりもともと録音していた声を再生して、お前自身は爆発前に窓から逃げていたんだろう。わあ、わあ、いや、もうなんか恥ずかしい。あ、マジか。叱られた子供のようにのぞみは下を向いている。じゃああの死体は何なのか。俺は崩れたコテージからちゃんと焼死体を見つけている。のぞみ、お前最低だよ。あれ、あ、サリナの死体か。のぞみの目線がさらに下がる。俺は図星だと確信する。つまりこういうことだ。サリナの死体をコテージのどこかに隠しておき、あらかじめ左手首を切り落としておいた。こうすれば同じ小柄な女子の焼死体になってくれる。そうさ、お前はこのためにサリナを最初のターゲットに選び、自殺に見せかけた。すべてはまだ連続殺人を認知していない2日目の夜に、サリナの死体を自分のコテージに移動させておくために。友勝が見たサリナの幽霊ってのは、死体を背負い移動しているお前の姿だったんだろう。あれにはお前も肝を冷やしただろう。決定的瞬間なんだから。マジか、そういうことだったのか。見たのが役中の友勝じゃなければサリナの死体を確認しに行ってたかもしれない。まあミスもあるだろうよ。あ、それこそ友勝に最初に会ったのも、違う、友勝の死体を見つけたのものぞみだったっけ。あれ、それはハツナだっけ。忘れてる。2日目の夜は忙しかっただろう。サリナの死体の移動以外に部長の殺害と司の殺害も合わせて行っていたんだから。そうだろう。はあ。そこでのぞみは目を閉じため息をついた。何かを諦めたように見える。そして再度開かれた瞳に俺は驚く。うわ、そうだよ、大変だったの。踊らされた見事に。ねえ、聞きたい？シュンとする子供という仮面が外れ、怪しい魔女のような瞳が現れていた。部長さ、私が夕飯に睡眠薬入れたことに気づいたのかさ、コテージの中にいなかったの。
あ、事前にコテージの電話に出ないことを確認したからこそ殺しに行ったんだけど、まさかいないとは思わなかった。狙われてるのを察知して別の場所に隠れたのかなって思ったから探したらさ、コテージの天井裏で眠ってやがったんだ。多分初日に物色でもしてて、天井裏を見つけたんだろうけど、天井裏は私が死んだふりするときにサリナの死体を保管しとく場所だから。わあ、そこで殺すわけにもいかなくて、もともと寝てたようにベッドに戻すの大変だったんだよ。だろうな。いつもおとなしい女の子が人を殺した話には饒舌になる。正直見たくない光景だ。そしてつかさ、あいつ2日目の解散前に私と一緒にいてもいいとか言ってたじゃん。だからこいつもコテージの電話で呼び出した。怖くてたまらないから一緒にいてほしいって泣きついたらのこのこ来てくれたんだ。つかさマジか。一応夜道警戒しては歩いていたけど、待ち伏せてボウガンで一撃。でも死体はまだ見せない方が犯人っぽくなってくれるかなって思って海まで引きずって沈めといた。うわ頭いい。全くか弱い体で夜中に3つも死体こかすと疲れるよ。夜もほとんど寝れなかったしね。のぞみ、それがお前の本性なのか。あ、サリナを最初に殺した理由は、シンジの言った通り自分の死体のダミーは早めに準備しときたかったから。いやー、えぐいこの子。だけど部長と司をこの夜に殺しておきたかった理由もちゃんとあるんだよ。わかるかな。あー、だろうなこれは。部長は俺たちの中で一番賢いから、司は数字を押した本人だから、証拠を持ってる人たちを先に始末したかった。証拠を持ってる人と勘の鋭い人を始末したかったか。え、正解。すごいね、シンジ。さらに言うと残り人数を5人にしておきたかったから。5人？何か関係あるのかよ。多すぎず少なすぎない人数が理想的だったの。なんで？5人ってさ、全員で移動したりするには多すぎる上、二手に分けにくい人数なんだ。ほら、二手に分かれたらどうしても2人以下が生まれちゃうでしょ。その2人以下に犯人が含まれてしまったらって考えると、うまく二手に分けられないの。うえ、だから何なんだよ。つまりサリナのコテージにもう一度調査に行くって行為が難しいのよ。頭良すぎんのぞみちゃん。もちろん5人全員で死体を確認しようって意見が出たら、そんなのもう見たくないって泣き演技で反対するつもりだったしね。こいつまさかそんなところまで予想してあの夜2人を殺していたのか。ふ、でも司には悪いことしちゃったよね。何がだ。あれ、気づいてないかな。司の押したスタンプなんだけどさ。ああ、あれ、ただの透明の液体。え、実際にみんなの死体に浮き上がった数字とは全く何も関係ないんだよ。なんだと。驚く。え、ちょ、どういうこと。いやでも実際、え、本当だよ。だから今シンジの腕を掴んだんだよ。さあ、死んだことだし数字を押そうかってね。ふふ、数字は全部後出しなんだ。マジか。ずっと次は誰にしようかなって考えながら動いてた。え、決まってなかったんだ。欲しかったのは偽の認識。うわー、頭良すぎ。もうそれで考えてたわ。だから次は誰が死ぬのかって怯えながら考えてたもん。みんな死んだら浮かぶ数字をすでに押されている。自分は何番だ、誰が殺しに来る。こうなればより焦燥感を煽れるでしょ。えぐいえぐい。それによく思い出してみなよ。確かに死ぬと発色する液体を持ち込んでいたけど、実際に発色し始める様子を確認したのってさ。合点がいく。そういうことか。私の3と友勝の5だけでしょ。なるほど。サリナや部長たちは殺した後に数字を押せばいいし、自分の手にはいつだって記せる。そして友勝は、うん、トイレで死にかけてたのを見つけた時に急いで押したの。いやー、全く私の立場にもなってほしいな。大沢は死の順番を指定してるって設定なのに、私の断りもなく勝手に死なないでほしかったよ。うわ、友勝のあの事故すらもうまいこと利用したのか。たまたま第一発見者が私だったからなんとか対応できたけど、みんなで一緒に死体を見つけてたら数字ないじゃんってなってたとこだったもん。うんうん、確かに。こいつ掴む手に力が入る。痛いよ、シンジ。まったく、連続殺人の最中に普通ショック死する？あれは最悪の不測の事態だったよ。あれのせいでハツナから疑惑を持たれちゃったし。あ、そうなんだ。ハツナが？なんで？いくら演出やトリックとはいえ、連続殺人の順番をあらかじめ刻印をしておくなんてリスクが高すぎる。サリナ、部長、友勝、司、私、あらかじめ決めた割に順番には何の意味やメッセージ性も見出せない。つまり透明な数字なんて本当はないんじゃないのか。だって見えないんだもんね。あー、そういうところをちゃんと疑っていくのが推理ゲームなんだろうね。俺はもうそれにちゃんと意味があるもんだと思って疑っちゃってたわ。いやー、そう、すべて大沢の後出し設定と、仮説するなら全数字を記せたのは私しかいない。これが初なの推理だよ。はあ、
数字はあるって信憑性を上げるための手首切断が逆にあだになってしまったわけ。なるほど、そんなこと考えもしなかった。俺なんかよりハツナの方がよっぽど推理が伸びていた。でも褒めてくれないかな。あの手首切断症の段階で自分のコテージで焼け死ぬまでのストーリーを全て予測していたんだよ。まあ確かにそれはすごいけど。だからこそ手首を切るに至ったの。なんだと？正直驚愕だった。それが本当なら俺たちはお前に踊らされてただけということか。うん、本当だよ。まず私は錯乱した演技をし自分のコテージの近くで手首を落とした。理由は応急処置を自分のコテージで行ってもらうため。なぜ自分のコテージかはもうわかるよね。設置された爆弾と天井裏のダミー死体があるからだな。用意周到。うん、問題はこの後。私はケイタの思考を重点的に予測した。私が手首をなくしたことにより、もう私は戦力外。一緒に寝てアリバイを証明し合う形となったシンジと、ハツナ両方が大沢ってのが最悪のストーリーだとケイタは考える。結果小さなコテージ内で一緒に夜を過ごせない。きっとどうせなら司を探しに行くと予想した。司を探しに行くのなら、ハツナが大沢だと書かれた手紙を司のコテージで見つけてくれるだろうと考えたんだ。すごい。やっぱり司からの手紙はお前からのトラップか。あれはいつ仕掛けたんだ？いやもう初日じゃん。もちろん司を殺した夜だよ。本当は司が行方不明になった朝に見つけて欲しかったものだけどね。まったく、わざわざコテージの鍵開けといたのに、ちょっとは探索して欲しかったよ。疑心暗鬼にするために仕込んだのに、お蔵入りかなって残念に思ってた。淡々と喋る望みを何も言えず見つめる。そして手紙を見つけて読んだケータは、戻ってきてハツナを追求するだろう。案の定だったね。しかし病室となった私のコテージではやりづらいので、ケータがハツナを連れ出し、シンジがそれを追う。もしくはシンジが私を気遣い、ケータとハツナを連れて外に出るか。大沢のぞみ、こいつ、一瞬、そう、一瞬でいい。一瞬私をコテージに一人きりにしてくれれば、自爆演技なんて簡単だから。あと自分の手の甲の数字を一つ先の3にしたのも実は心理トリックなんだよ。何？まあこいつは、4が出るまで大丈夫だろうっていう一瞬の油断を誘うためにね。こんなに賢かったのか。ね、すごい。知らなかったよ。ああ、でもまさか司のコテージに明かりがついたからって、シンジが見に行くとは予測しきれなかったな。ふふ、シンジ、あれはダメだよ、最低だよ。何がだよ。教えてあげようか。ハツナはあの時すでに私に強い不信感を持っていた。なのに信じたら、ハツナの話を聞いてあげもせずに、司のコテージに行くからって疑惑のある私と二人きりにしようとするんだもん。危ない。そりゃ天使のハツナちゃんも拗ねるよね。結局二人で過ごしたけど、ハツナめちゃくちゃ冷たい目で私のことずっと警戒してたんだよ。あはは、マジか。あの目線そういうことだったのか。確かにハツナずっと目がね、なんか冷たかったもん。魔女の笑顔に怒りが爆発しそうになる。女を殴りたいと思ったことは初めてだ。でもやっぱりハツナはすごいよね。ついさっきの話だけど、シンジが寝たことを確認したからハツナを殺そうと堂々と現れてやったんだ。するとハツナ、なんて言ったと思う？なんて言ったんだ。やっぱりって言ったんだよ。さすがに私死んだら考え改めない？なのにブレずに私を疑い続けていたみたい。もしかしてハツナはサリナのコテージに行って死体がないことを確認したのかな？ほら、私のコテージが焼けた時一度失踪してるでしょ。してる。見に行ってるんだ。じゃあハツナならあり得る。ハツナは天然って言われてるが、頭を使うことが少ないだけで頭を使わせると結構賢いんだ。そんなことは知っている。幼馴染なんだから。やめろ、辛くなる。ねえ。は？なんだよ。私いろいろ話したよ。シンジもあれ教えてよ。え、あれ？のぞみは顎でハツナの死体を刺す。あれだと？ユーリマ？ユーリマじゃない。怒りで我を忘れそうになるが答える。ダイイングメッセージのことか？うん、あれが決め手なんでしょ。ああいうのって犯人である私にはわからないようになってるんじゃないの？あれがなんで私になるのかな。首をかしげてきやがる。その首をへし折ってやりたい。え、こらえる。俺もこいつにまだ聞かなければいけないことがあるからだ。そして俺は意を決し、ダイイングメッセージの意味を口にすることにした。教えてください。俺も全然わかってないです。カウント2。はい。説明するにあたって先に確認したいことがある。何？うつ伏せで倒れていたハツナの右手の近くの地面、あそこにはもともと何か書いてあった？それをお前消しただろ。うん、ダイイングメッセージだと思ったから。ああ、ただ実はメッセージはもう一つあった。
それが右腕の字ってわけね。普通に考えれば地面にメッセージを書いても大沢であるお前に消されてしまう。だから初菜は一度地面に書いた文章をダミーとした。頭いいな。そしてその中で重要な文字だけを右腕に押し付け転写した。だから初菜の右腕はあんなに土がついていたんだ。さらにお前から見えないように地面側に伏せ、それを隠したんだ。そして俺ならきっと初菜の死体を見たら抱き上げる。そうなると初めて見えるような仕掛けを打った。いや初菜すごすぎん。うん、うつ伏せで倒れてたし気づかなかったもん。でも転写ってことは直接書いた文字じゃなかったんだ。あ、そもそも字を書いたのは右手の指でだ。左手には血がついていないからな。右手の指で、右手首から肘にかけて文字は書けて、ん？書けないだろ？だから転写だと気づいた。すごい信じ。なるほど。じゃあやっぱ字はひっくり返ってんだこれ。でも転写ってことは、そう、左右対称になっているということだ。加えて俺は一つ勘違いをしていてしまった。勘違い？ああ、俺は横から初菜を抱き上げたからそう見えてしまったが、これは横書きじゃない、縦書きだったんだ。縦書き？なるほど。向きが違う。縦に見てもよくわからないんだけども、つまりよよりまを縦向きに読み、かつ左右反転させると、縦向きに読んで左右反転。はい。なるほど。出会いという単語になる。そういうことだ。そこまではわかるよ。なんで出会い？でもなんで出会いが私を指すの？そこがわからないから聞きたいところかな。前提としてこれは俺に向けたメッセージだ。だから俺と初菜の出会いについて考えればいい。出会った頃の思い出の中に私を指すものがあるってこと？まさか出会ったのどれだけ昔だと思ってんだよ。中身まで鮮明に覚えてるわけないだろ。それは初菜も同じだろう。ということ？だからこれは時期を指しているんだ。時期？つまり年齢？幼なじみクイズ、そう笑う初菜を思い出す。ああ、俺たちの出会いは3歳の頃だ。そう3歳。初菜が伝えたかったのはこれだ。3という数字。なるほど。で、切断されて転がった手首。生々しく浮かんだ数字を思い出す。どうだ、大沢。自分の書いたものを利用された気分は。すごい。眉間にシワを寄せている。悔しそうだった。お前の負けだよ、大沢。そうだね。残念だよ。あなただけ殺せなくて。不敵に笑う殺人鬼。最後に一つ教えろ。何？息をのみ問う。お前、最初に初菜と話したんだろ？初菜は最後に、なんて言ってた。言葉が震える。涙が、我慢していた涙が溢れそうだった。ふふ。え？あのね、ボーガンさ。実は持ってはいたの。え？何？は？シンジが眠った後に、初菜の前に堂々と姿を現した時の話だよ。確かに使えはしないと思ってたけど、脅しの武力には十分だった。眠っているシンジを撃ち殺されたくなければ、ハーマーを捨ててロッジの外に出ろって。胸が苦しくなる。それで、初菜は言うことを聞いたのか？ああ、もちろん。その時に私をいつから疑っていたかとかいろいろ聞いたの。で、それで、初菜は最後になんて言ったんだって。言わないんじゃない？望みは答えない。少し笑い、微笑みながら目線をそらす。答えろ、望み。うん。あ、どうしてみんなを殺したのって。初菜らしい。言われてみれば、確かに初菜はそう言うだろうという確信がある。誰だって何かしら抱えて生きている。意見が合わなくても喧嘩になっても傷つけられても。こっちからは見えない相手の行動理由さえ理解してあげれば、被害者と加害者だって分かり合えたかもしれないよ。かつてサークルで話していた初菜の言葉を思い出した。望みはまだ笑みが消えていない。でも初菜、こいつに理由なんてあるのだろうか。どんな理由があるの？一体どんな理由があればみんなやお前を殺したことに俺は納得できるんだろうか。こいつはただ自分の作品の承認要求で王さんになったんじゃないのか。そうそう、初菜の最後に言った言葉は今伝えた内容だけど、地面に書いた文字があったよね。そういう意味ではあれが最後の言葉だったのかな。何？ダイイングメッセージじゃなかったのか。それは、なんて書いてたんだ。まあ順番に話させてよ。ケータがまだ生きてるって話を初菜から聞いてたから、すぐにケータのとこへ行ったんだ。シンジが起きる前に片付けておきたかったから。ほんほんほん。てかさ、ケータは可愛かったよ。お前は死んだはずじゃとか言っちゃってて、
はは、まあ叫ばれたりしても困るからハツナのハンマーで何回か殴ってすぐ殺したんだ。むごい。結構大きな音がしちゃってシンジが起きちゃったか。焦ったけど、あなたの寝起きの悪さに感謝したのはこの時が初めてだったね。うわ、利用されてる。で、もう一度ハツナのところへ戻ってみるとハツナは死んでたんだけど、地面の文字があったってわけ。ダイイングメッセージかと思ってすぐに消したんだけどね。いい加減にしろ。俺はなんて書いてあったか聞いたんだよ。のぞみはニッと口を結ぶ。その口がゆっくりと開いていく。ふふ。出会いは嫌いだったのにって書いてたよ。あは、本当だよ。地面が涙を吸っている。自分の意志とは関係なく、ずっとハツナとの思い出がフラッシュバックし続けている。ハツナ、誰よりも泣き虫だった。誰よりもバカだった。誰よりも賢い時があった。誰よりも優しかった。誰よりも俺のことを好きでいてくれた。辛いよな、こんな。ハッピーエンドないしな。そして誰よりも好きだった。ハツナ。ハツナに会いたい。すぐに抱きしめて、もう今度は絶対に離さない。やっと思いを伝え合った。のぞみの腕をつかむ俺の左手、血のついた腕時計は孤独に虚しく時を進めている。ハツナと俺はこれからだったのに。どうしてこんな奴に殺されなきゃいけなかったんだ。ハツナはこいつの狂ったミステリーのキャラクターなんかじゃなかった。ふふ、笑い方が、あれ、泣いてるの、シンジ。誰だって何かしら抱えて生きている。泣いたってハツナは返してあげないよ。いや、くずい。意見が合わなくても、喧嘩になっても、傷つけられても。むしろいつもベタベタ鬱陶しかったから、死んでちょうどいいんじゃない？そうだよ。いつまでもダラダラシンジのそばにいれるだろうって考えが、そもそも甘いんだよ。いや、もうのぞみちゃん好きだったのに。こっちからは見えない相手の行動理由さえ理解してあげれば。シンジだって、こんな状況にならなきゃあれに対して別にいつもと変わらなかったんでしょ。被害者と加害者だって、分かり合えたかもしれないよ。分かり合えるのか、シンジ、この状況で。むしろ私の作品で、お互い気持ちを伝え合えたことにお礼言ってほしいくらいなんだけど、ははは。怒りに震えた。ナイフがガタガタと連動する。ああ、そうだ。シンジ、そのナイフ返してよ。は？私がハツナのところへ送ってあげるからさ。怪しく微笑むのぞみ。悪魔のよう。いや、悪魔だこいつは。俺はのぞみを掴んでいた手を離し、ナイフを両手で強く包み込む。ほら、早く。シンジはハツナと会いたい。そして私は自分の作品をちゃんと完結させたい。これはお互い得する条件でしょ。さあ、ナイフを渡して。なんなのこの子の精神構造。のぞみがニコニコと一歩近寄る。俺は覚悟ができていた。あ、もう選択肢一個しかないけど、のぞみに突き刺すしかないよ。突き刺すよ、じゃあ。マジか。お前は、は？ナイフを強く握る。お前みたいな人間のバグは。え？生きてちゃダメだ。マジか。歯をのぞみに向けそのままタックルする。ズブッとナイフが肉を包んだ感覚が両手に確かに伝わった。は、のぞみが吐血する。俺の肩が赤く染まる。のぞみがゆっくりと倒れていく。ナイフが腹部から抜けた時、おびただしい返り血をかぶる。うわ、血まみれでうつぶす。のぞみを荒い息のまま見下ろす。これってさ、でもいざこの島から出るってなった時、確実に疑われるのはシンジだけだよね。これ弁明できんのかね。真っ赤な自分の全身に恐怖で震えた。殺した。いや、いいんだ。これで新しい犠牲者を出さないためなんだ。これでハツナへのみんなへの仇は打った。うぐ、ゲホゴホ。まだ血を吐く望み。生きてる。まだ。うわ、人間のバグで生きてちゃダメか。辛いこと言われちゃった。なんだこれ、望みが泣き始めた。俺はそこでハッと思い出した。望み、抱き上げる。お前は本当は、お前本当に自分の作品を認めて欲しかっただけなのか。それだけのために仲間を全員殺したのか。そうさ、趣味の近い仲間を全員殺してしまったら誰がお前の作品を評価するんだ。やはり何かおかしい。え、お前の本当の動機は何だ。会議中に寝てしまったあの日。のぞみ、ああ信者おはよう。目は覚めた。じゃあもうただ信じと一緒になりたかったとかそういうことなの。いや、一眠りして悪かった。わざわざ待っててくれたのか。うん。笑顔で手を振る仕草が可愛らしかった。サンキューな。じゃあ、一緒に帰ろうか。うん。おとなしくも心優しかったお前。俺はあれが演技には思えない。お前は誰よりも、このサークルのみんなを愛してくれたはずだ。なのになぜ。
え、まばたきすることも苦しそうなのぞみ。シンジ、シンジはさ、仲間の誰からも気づいてもらえなかったことってある？え、自分なんかいなくても誰も気にしないんじゃないかって思ったことある？え、のぞみはボロボロと涙を落とす。なんだ、なんだ、何が言いたいんだ？一人だけ仲間外れにされるってこと、ん？仲間外れにされることって怖く感じないの？何が言いたいんだ？のぞみは本気で泣いている。その目は魔女の瞳ではない。いつもの穏やかなのぞみの瞳に戻っていた。なんだよ。どっちが本当のお前なんだ？でも、シンジには殺されるなら別にいいやって思ってて。瞳がどんどんうつろになっていく。何がだ？全然わかんねえぞ。動機を言ってくれよ。それになんで俺にならいいんだよ、のぞみ。いや、シンジ鈍感すぎ、ここまで。とう、これが彼女の最後の言葉になるだろうと、両腕から感じ取れた。シンジが、す、は、触れる唇で必死に伝えようとする。しかし、うん、なんでもない。ごめんね。ええー、首を横に振ったかと思うと、のぞみは、のぞみ、おい、のぞみ、動かなくなった。おい、おい、ゆするがもう二度と目は開かない。不思議なほど安らかな死に顔だった。いや、好きだったと、一緒にいたかったのかな？独占したかったのか？でも、最後に殺そうとしてたしな。難しいな。島の木がバサバサと風に揺れる。今度こそ、本当に俺はこの島に一人となった。これってエンディングどうなんだ？ただ俺は、生き残った。大沢を倒して、俺だけが生き残った。しかしこの事件がなぜ起きたのか、のぞみが何を考えて事件を起こしたのか、についてはわからない。おとなしくも優しかったのぞみが狂った殺人鬼とはやはり思えない。彼女に何があったのか。え？まだ黒幕いるんじゃないこれ。何が彼女をそうさせたのか。俺は結局わからないままだった。ノーマルエンドノーマルエンド記されなかった動機。何かある。まだいるんだ。まだ黒幕がいるんだよ。どういうこと？なんかヒントは得られないの？あ、なんか来た。あ、エニグ？サリナ？なんでノーマルエンドなの？全部見たよ。全部見たのにノーマルエンドってどういうことなの？何かあるのかな？違うんだよ。やっぱいるんだよ。もう一人いるんだよ。どんだけ？全然終わる気配ないけど、このゲーム。何？誰さ？誰？サリナ？やっぱ協力してる感あるじゃん。だってこの場所をね、提供したわけでしょ？違うの？サリナは。ちょっと、教えなさい。教えてください、作者様。あ、次は誰？シエのカウントダウン。え、終わっちゃうの？フィン？クエスチョンだし、終わってないじゃん。え、ちょっと。なんか増えた？増えて？え、なんだこれは。エンディングを全部見ろとかそういうことなのかな？マジか。なんかそれっぽいよな。じゃ、オッケー。回収していくか。続きから増えたりはしないもんね。だね。じゃあなんか黒幕がまだいるってことなんだ。やっぱサリナ怪しくなってね。あれ？わかった。じゃあ、視点回収してくる。うん。行ってきます。